皆さんこんにちは。お昼の放送の時間です。今回紹介するのは郡山東高校放送部。人に何かを伝える、それが部員の合言葉。アナウンス技術や映像作品を競うコンテストで6年連続全国大会に出場する強豪です。現在部員は8人。放送部の活動は地域と連携した広報活動に映像の制作、さらに学校行事での司会進行や校内放送と多岐にわたります。そや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 回ってきたわ、回ってきた。放課後、それが取れちゃう、それ割れちゃう。部員が各々の準備を始めます。いつもの、じゃあいつもの招待のとこね、はい、じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。じゃあもう自分でまで。わかりました。いくつかに分かれて活動しているメンバー。このグループは体育館の裏で一人の空間を持つっていうことで自分の発声に集中できるっていうメリットがあるのと、実際発表するときは一人なのでそのイメージをつかむっていうのにも効果的だなって思ってます。学校の一角に絶好の場所を見つけたのです。一人の空間でただひたすら。アナウンスに関しては練習をすることで自信がついてきて努力を見てもらえるきっかけになるなって思って。結構効く、効果きっかけ。50音工作表っていうのが少し自分の滑舌では少し難しかったりするのがあるんですけど、でもやってるうちにだんだん慣れてきてしっかり発音できるようになってると思います。その頃、取材班は学校紹介ビデオの撮影。お互いの感性を磨きながら一つの作品に向き合います。このレーンを泳いでる人もアップで撮るとかでいいと思います。 OK、 手前の、はい、そう逆光とか、まあ、あとは番組とかだと著作権とかが結構厳しかったりするので、そういうのはどかしたりとかしながら。インタビューとかする時も固くいきすぎちゃうとインタビュー受けてもらう側の人も真面目に固くなっちゃうので、できる限りこう気軽に行くようには心がけています。じゃあこれ言ってもらって終わったらもう一つ東高校のいいところはって聞くので答えてもらって。カンペを見つつできるだけこっちの方とかこの辺りとかを見てもらいながら。飛び込みするなら飛び込むシーンを、できるだけ多くの生徒の表情を、そして魅力を伝えられるように細やかな気配りも欠かすことはありません。なんかどれか一つの部活とかに力を入れすぎたりしてしまうと他の部活と公平性が取れてなくてなってしまうので、全部の部活のいいところが取れるようにしてます。撮影を終え、いよいよ仕上げ、編集に取り掛かります。編集そんなに先生とばあちゃん逆の方がいいじゃん。じゃあ何より言ってきたいのね、すぐにばあちゃん喋っちゃうから、だからこっちの方がいいです。あ、動画編集が主な仕事になっていて、よく意見こっちじゃないこっちじゃないっていう対立とはちょっと違うけど、ちょっと意見が分かれてすることはよくあります。意見を出して言い合ってよりいい作品を作るために編集してる側が一番見てるので、どうした方がいいっていうのが分かると思う。表現したいことはそれぞれ違っても共通しているのはいいものを作りたいということ。先輩に意見を言うのって難しいと思うんですよ。でも私が作ってる作品にも
後輩からいい意見をたくさんもらって、みんなで一つの作品をより良いものにするっていう強いなんか意志が見えるので、悩み言葉を交わし高め合う、そして掴み取った心ときめく瞬間は彼らにとって宝物。これからも自分の伝えたいものを表現し続けます。受け手側に回ることはなかなかないから、ある意味いい経験に。なんか自分の思ってることを言えて、それで自分の作りたいような番組も作れる。いろんな人と関わりを持つことができるので、すごいいい経験になってるなと思って。喋ったことない初対面の人とかと話した時に、あの時やってた人だとか、そんな感じで反応をもらえる時が一番楽しいです。声を使って人に伝えるっていうやりたい方向になんか自然にまとまっていくっていうか、みんなが同じ方向を自然に向いていくって